2016年4月に東京赤坂御苑で開かれた春の園遊会では、雅子さまはオフホワイトの帽子とスーツ姿でした。雅子さまはシンプルな白のセットアップにインナーも白、帽子も白で、バッグと靴だけ引き締めカラーの黒をセレクトされたモノトーンコーデ。モノトーンでも白が多めとあって、明るく軽快な印象でした。雅子さまは特段緊張された様子もありませんでしたが、招待者に声をかけられ途中で退席されました。13年半ぶりに和装で園遊会に、春の陽気とリンクした優しい雰囲気の装い。